優しくコーチングしてもらってます。優しくしてもらってる、はい、仲良くしましょう。わへジュピター、小田選手、ナック選手、オミクン選手、タイジ選手、ヤスレブ選手、その中から今回はこちらの4名に実況の大田が切り込む。オミクンです。ポジションはオールラウンダーをしています。はい、中高を部活でテニスをしてました。うん、はい、タイジです。ポジションはオーダーをやってます。181cm、56kg です。よろしくお願いします。まあ、童心を忘れないっていうなんかコメントがあるんですけど、子どもの頃の楽しむといった気持ちを忘れないで、はい、プレイするといった感じです。はい、ナックです。ポジションはサブオーダーをしています。いつまでも少年心を忘れていません。なんか同じこと言ってない大勢と。まあでも忘れちゃダメだよってことですよね。ありがとうございます。コタです。コータとよく間違われがちですが、コタです。お願いします。こだわりあるんですか？こだわりというか、まあ本名がコタって言うんですよね。はい、本名コタ？はい。珍しい名前ですよね。よく言われますよ、多分。そうですね。僕も人生の中で一回も同じ名前に会ったことがないので。ですよね。ズバリジュピター、どういったチーム？攻守のバランスが取れていて、はい、まあ、多分今もですけど全体1回とかも多分キルポイントと生存ポイントが大体比例しているので、うん、まあ、どっちもできるチームなのかなっていうバランス型ですかね。なるほど、はい、そこなんかもうちょっとこっちに振りたいなとかって、オミクン選手やっぱり8ポイント取るんだったら生存ポイントで結構毎回順位を安定させてって難しいですけど、だったら8キルしちゃった方が、まあ、理屈上簡単というか。逆にコタ選手から見てジュピター、ここが俺たちの弱みかなってとこあります？まあ、アンチがきつかったりだとか、はい、敵チームが多いってなった時の、うん、そのキルへの切り替えがもう少し早ければ取れたんじゃないのっていうのシーンが、うん、まあ最近ちょっとずつ磨けられたりとかあったので、はいはいはい、それもできたらもっともっと強くなっていけるチームなんじゃないかなって思います。なるほど。ズバリ、まあ、ジュピターといえばバーサスデトネーターだと思うんですけども、ミラマーでは初動ペカドで絶対に被るんで、はい、まあ、ファイトする時もあれば、うん、まあ、引く時もあるんですけど、はい、そうですね、仲良くしましょう。わへ、まあそれが一番いいですよね。はい、僕は仲良くしたいです、うん、僕の中ではですけど、やっぱりこう古川氏こうジュピターでコーチを今務めてる、まあ、タコマヨコーチ、まあ、元ね、あの本当に PUBG の、まあ、PC 版での、まあ、プロ選手っていうところはどんな印象ですか？コーチ体格からもう優しい感じが出てるので、体格からね、優しい感じ出てますよね、はい、優しくコーチングしてもらってます。優しくしてもらってる、はい、そう、それでは最後にオミクン選手にですね、試合数残りわずかというところではありますが、意気込みをよろしくお願いします。シーズン2につなげるにはやっぱ上位の、まあ、最低でも5位以内にはシーズン1までにはやっぱ残っといた方がシーズン2に、まあ、いい滑り出しになると思うので、そこをとりあえずは今順位的にもまあ、ソロラインだと思うので目指して頑張りたいと思います。ミリタリーベースに一箇所落としていく。さあどうだ、残った2チーム取ったのはジュピター。ラウンドタコマヨコーチの優しい指導でキルポイントを伸ばし上位に切り込むことはできるのか注目だ。